なんか、ユーキャン新語・流行語大賞2022の発表に批判が殺到してるみたい。なぜ批判が殺到してるのか。まあみんなも想像はついてるとは思うけれど、審査基準がおかしいと批判の声が巻き起こってるんだよ。だって大賞に選ばれた言葉が村神様だよ。みんなは村神様なんて言葉知ってる？ゆるパンダは全く知らないんだけど。ではそんな、ユーキャン新語・流行語大賞2022に関する報道内容を見てみて。12月1日、毎年恒例であるユーキャン新語・流行語大賞の2022年版が発表された。今年度の大賞に選ばれたのは、プロ野球、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手を指した村神様。今シーズン大活躍したため、ファンの一部が使い始めた損傷が受賞に至った形だが、この言葉、大衆は愚か、野球ファンでも用いていたのは一部で、多くの国民にとっては耳慣れないフレーズだろう。また、昨年の大賞が大谷翔平選手のリアル二刀流、ショータイムだったことから、2年連続で野球関連という野球偏重ぶりも浮き彫りになっている。ネット上には、なんで誰もが納得しないものを選ぶの？もうやめちまいこんなの。毎年野球じゃん。もう野球流行語大賞に変えればいいのに。そもそも今時野球が流行語なわけない。昭和の感覚。老害たちが集まって自己満で勝手に流行語決めてるの笑えてくる。村神様なんて初めて聞いた言葉が大賞に入ってるのは初めて。野球ネタ多すぎ、などかなり厳しい意見が噴出。疑問や不満が後を絶たない。老害たちが集まって自己満で勝手に流行語決めてる。まさしく本それだよね。ユーキャン新語・流行語大賞なんて、お年寄りを中心とした審査員の自己満大会だとしか思えないよ。ネットでも、まさにその通りわら。至極真っ当な意見ばっかりわら。審査する人を変えよう。最近の流行語大賞は、審査員に野球ゴリ押しさんがいるんじゃないかと思っている。スポーツ全般じゃなくて、いつも野球関連だけがいくつも入っている。確かに。わいは野球ファンだけど、流行語大賞の時期がずれてたら、ワールドカップ関連だったろうな。個人的に流行語大賞で野球ゴリ押しは、ってなってる野球ファン歴20年。村上のホームラン自体は話題になってたけど、村神様って呼び方を一般人はしない。去年の大谷が大賞はまだわかるとしても、大賞ではないな。まあそもそも、流行語を先導してきたテレビって媒体が下火だしな。ユーキャンって、ここ長いことこうやって叩かれてるけど、もうまともなの選出できないくらいに腐ってんだろうな。などと、みんな呆れてるみたい。そもそもこんな、流行ってないものを流行ったことにしようとする、ユーキャン新語・流行語大賞なんて、やる意味ある？ゆるパンダなんか、もうやめたら、って思う。それに、そんなに野球関連の言葉をぶっ込みたいのであれば、ネットでかなり話題になった、ケツ穴確定を入れるべきだよ。あれこそ本当の新語・流行語だと思う。まあ、ユーキャン新語・流行語大賞なんて、審査員やメディア関係者に都合の悪いものは一切入れないエセだからね。どうせ入れないとは分かってるけれど。だからこそ、そんなエセ風物詩なんか、来年からやめればいいと思う。やったところで、どうせまた批判が殺到するだけだろうからね。ユーキャンや審査員の方々は、来年からユーキャン新語・流行語大賞の廃止も視野に入れるようよろしくお願いします。もしも今後もやり続けるつもりなのだとしたら、本当に流行った言葉のみを選出するようお願いいたします。